九鬼竜一、九鬼竜一、九鬼竜一、嘉永五年八月七日、1852年9月12日、昭和六年、1931年8月18日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の官僚、政治家、旧綾部藩士、男爵、豪和鳴海、摂津国三田出身、慶応義塾に学んだ後、文部省に出資し、 若くして、文部省有、現在の事務次官にまで栄八1884年、明治17年、中米特命全権講師に展八1888年、明治21年に帰国すると図書が知ら、臨時全国宝物取調委員長、宮中顧問館、帝国博物館総長を歴任。美術行政に尽力した。また貴族院議員、ついで数密顧問館を兼任。 1900年、明治33年に総長を退いてからは、数密古問館を長く務めた。1914年、大正4年には郷里に、三田博物館を設立し、自らの美術コレクションを展示、公開している。四男は、哲学者の久喜修造。開園3年、1850年、三田藩の家臣で180国取りの星崎定館の、次男として、 藩内の屋敷町、現、兵庫県三田市で生まれた、陽名は定次郎。1860年、万円元年に、母、龍が亡くなるが、新藩主、久喜高義、前年に、綾部久喜家から、養子入りして、三田久喜家を継いだの圧戦で、後継ぎを探していた綾部藩家郎、久喜高地下の養子となる、高氏の家系は、三田。 綾部両藩主家と同族で、綾部藩の一門が老家である。慶応元年、1866年に家督を継ぎ、久喜家の当主となった。三田藩の藩政改革に携わっていた、福沢諭吉が、大阪江戸堀の藩屋敷で共謀された際に同席し、面識を得る。明治2年、1869年5月19日に、久喜高吉と共に上京した際に、 福沢を裁縫し、藩の推薦もあって、慶応義塾、後の慶応義塾大学への入塾を許可された。同年11月、綾部藩の洋式連平中隊長、県小三寺などの職につき、参院沈武装督として、丹波街道の塚原口を受け持った。明治3年、1870年2月に、河本美幸民の私塾に入学し、閉校までの数ヶ月間教えを受けた。 同年11月には、検証三次の職を退き、翌年2月に、慶応義塾、後の慶応義塾大学に入塾して英語などを、学んだ。この頃から流一と名乗っている。明治5年、1872年4月に、文部省に11党出資し、大学南校の幹事、同9月には、大学登校事務主任となる。当時、 国内の教育予算のうち40%弱が海外に派遣されていた260名の留学費用に充てられており、文部省としては彼らの留学を打ち切ってその費用で外国人教師、親とい外国人を招聘すること考えていた。留学生は、薩長問いの交換や明治維新の功績者の指定が中心であり、特権的な留学による身分の固定化への器具や、 優秀な学生の機会獲得のため、久喜は文部省の方針に積極的に賛同していた。そこで現地で留学生の実態調査と帰国の説明、説得に当たるため、久喜は明治六年、1873年に通している。当時の留学生の中には、井上武氏、井上和夫などもおり、当初は強い反発を受けたが、中江厚け、 後の中江町民の理解などもあって、最終的に全員の承諾を得ることができた。なお、制度変更後の第1回国費留学生には、政治家となった鳩山和夫、外交官となった小村寿太郎などの人材がおり、結果的に区期の目標は達成されたと言える。説得の成功もあり、帰国後の明治7年、1874年4月には、文部省進むとなる。 さらに、明治9年、1876年4月には、総任官である文部大、進む、一等法制官に、翌明治10年、1877年1月には、文部大書記官大上官大書記官に昇進する。10月には、翌年のパリ万国博覧会のため派遣され、明治12年、1879年5月に、帰国した。 この途中に博覧会副総裁の松方正義と出会い、以後交流が深まる。また、フランスで西洋美術や美術行政に触れたことがきっかけで、この分野への関心を持った。この後に、アーネスト・フェノロサや岡倉天心と面識を持ち、その美術研究の支援者となる。講演を受けた、フェノロサらは、京都や奈良をはじめ全国各地で自社などにある。 文化財の調査を効率的に進めた。明治13年1880年に文部省有、現在の文部省事務次官となり、同11月には内国官僚博覧会の審査副長及び議官に就任した。反伐の力が強力な当時では、小藩出身の人物の出世としては珍しいほどの早さである。文部教。 後の文部大臣の河野戸川の行政への関心が薄かったこともあり、区鬼の文部省と呼ばれるほどの牽制を振るった。翌明治十四年、1881年に自由民権運動に歯止めをかけようとした伊藤博文らにより、いわゆる明治十四年の政変が起き、大隈重信が政府から追放された。この際に大隈や福沢諭吉が、 反発政府に代わる内閣を組織しようとしていたとの疑惑から、福沢の影響が強い慶応義塾出身の官僚が多数官を辞することになった。この中には、犬飼武尾崎幸雄などが含まれる。しかし、久喜は彼らと一線を画して、文部省に残り、福沢の文明開化主義に反対する伝統主義的な教育政策の実施者となった。このため、 クキと福沢の関係は極度に緊張し、後に福沢の会合への招待状を誤って、クキに送った事務担当者に対する注意の中で、クキの存在は座上に犬頃がいるようなものだという過激な表現を福沢が用いている。なお、最終的にはクキが福沢に謝罪する形で両者の間に和解がなされた。明治十五年。 1882年12月に文部教となった大北加藤は、茎への信頼が弱く、翌年に強力な支持者であった岩倉智美が亡くなると文部省での茎の県政は弱まった、と三宅節令は語っている。さらに、明治17年、1884年、西洋化を進める伊藤博文の方針で、森有則が初代文部大臣に就任したため、 元田長ザネと共に、儒学的な思考だった久喜は、同年5月に、文部省を降り、特命全権講師として、ワシントン DC に赴任した。ワシントンでは、講師館の客間に、数百幅の日本画を飾って、日本美術を紹介し、また古美術品の海外流出防止の観点から、国宝保存を、文部省や、区内省に進言している。 この背景には以前から交流のあったアーネスト・フェノロサの意見があったと考えられる。明治20年、1887年、ヨーロッパでの視察を終えたフェノロサと岡倉天心がアメリカに立ち寄り、数年ぶりに再会している。九鬼の妻、初子が妊娠していたため天心が付き添いとして一緒に帰国し、10月に横浜港に着いた。帰国後、明治21年。 1888年2月15日に生まれたのが後の久喜天根である。久喜自身も同年2月に帰国している。帰国後、久喜は宮内省の都市を頭に就任した。ここで臨時全国法持つ取り調べ係を設置して自ら委員長となり、旧地のフェノロサや天津委員を務めて文化財の調査、保護に当たった。明治21年5月から9月と、 10月から翌年2月の2回にわたり、フェノロサを伴って近畿地方の京都府、大阪府、奈良県、滋賀県、和歌山県を訪れ、写寺や美術品の調査を行っている。翌、明治22年、1889年に、東京、京都、奈良に帝国博物館、現在の国立博物館が設立されると、初代総長となり、明治33年。 1900年まで勤めた。同年には、区期の支援した東京美術学校、現東京芸術大学美術学部も設立され、フェノロサが校長となっている。明治23年、1890年に、上野で開催された第3回内国官業、博覧会では、審査総長を務めた。同年には、提出議原因の制定に携わり、また、 帝国議会の設立に際して、貴族院議員に任命されている。翌、明治24年、1891年4月、農商務大臣、仏宗光の命令で2年後のバン万国博覧会の準備組織づくりを行い、実質的な責任者である副総裁となった。明治25年、1892年の第2回衆議院議員総選挙では、総理大臣、 松方正義の依頼を受けて1月から2月まで近畿、瀬戸内東部地方で政府系候補の支援活動を行った。この時の身分は、都米寺から続いていた特命全権講師で、同年9月にこれを免税られた。この選挙では、品川八次郎や白根千一が強力な選挙干渉を行い、警察官に、 武力行使を命じて、高知県などで死者が出たことが有名である。区期も警察官への命令を下しているが、政党系候補の支援をする創始の取締りなど、相対的に消極的な方針を示している。むしろ政府系候補者の一本化や、三井や、住友家など財閥、美術調査で面識を得た、本願寺への働きかけ、資金の効率的な運用などに力を注いだ。 法的な根拠を持たない身分での出張だったため、京都府知事の北垣国道が独立に行動するなどしたが、結果として、区期の活動をした地方では、奈良県の4増をはじめ政府系候補が10議席増加し、自由党の大物である大井健太郎を落選に追い込むなどの成果を収めた。しかし選挙後は、大臣候補にすら名前が登らなかったため、 松方と田本を分かち、伊藤博文に接近してゆく。明治26年、1893年のシカゴ、万国博覧会では、茎や転身の意向から、日本の展示は、日本画を中心とした伝統的なものとなった。日本館として平等院鳳凰堂を模した、鳳凰殿を建て、工芸品の輸出を積極的に促進したことが、前回までとの大きな違いである。 明治28年1895年4月に京都で開かれた第4海内国官業博覧会では前回に続いて審査総長となった。この際黒田清照が出品した裸体が朝層が問題視されたが区期の判断で展示が許可されている。同年6月には第2次伊藤内閣の下で数密顧問官に任命された。明治29年 1896年、それまでの功績を称えて男爵に除せられた。翌年には古社寺保存法の制定に加わり、同法により、日本で初めて文化財が指定されている。明治31年、1898年に、いわゆる美術学校騒動が起き、岡倉天心と九の妻、初子の不倫が公になる。同年、天心は、 東京美術学校校長や帝国博物館、美術部長を辞任することになった。明治33年、1900年、初子との離婚が成立した。その後は主に美術行政に専念し、大正3年、1914年に、旧、有馬郡の役所を利用して、自身の収蔵品を展示する三田博物館を設立している。大正9年、 1920年に議定官となった。数密顧問官と議定官を務めたまま、昭和6年、1931年8月18日に鎌倉で亡くなった。後継ぎとしていた次男の一蔵に先立たれており、一蔵の長男の隆一郎が男爵位を継いだ。性格は存在で、容易に減り下らないと評された。また女性との交友も多く、これが、 婦人初子と岡倉天心の不倫の一員になったとされる。戦術のように死である福沢幸吉からは国評を受けるなど人柄への評価はあまりかんばしくない。制作者に対する態度も存在であったようで彫刻師への不存な物言いが名刺気分として残されている。晩年はだるまを題材にした絵画を数百点収集し、自らもこれを好んで描いたが、 人に所望されても謙遜して承諾することは少なかった。また、四季の利子伝から、なるみという画語を名乗っている。福沢が文化政策が膨張することに警戒していたのは、国民経済、形成催眠を挙手的に診断していたため、過父長的に政策優先順位を決定できる指導者階級が美術品に孤立的に肯定してしまうと好まなかったからである。 という見解がある一方で、以後には、茎の配慮も伺える。転身も奔放な性格で知られ、人格面での相性は、必ずしも良好でなかったと考えられている。しかし、反発に属せないため得意分野を確立したい茎と、自社などを相手に研究を進めるため権力の支援を必要とする転身の間では、利害関係が完全に一致していた。 さらに両者は共に人並み外れた能力を有しており、これが20年以上にわたる両者の関係を支えた。しかし、岡倉徳九の妻との不倫、美術学校騒動などで関係は決裂した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。